朗読ダゴンハワード・フィリップス・ラブクラフト作大堀龍太郎役かなりのストレスを感じながらこれを書いている今夜にはもう生きていないだろう金も頼みの綱の薬も尽きたこれ以上苦しみには耐えられない この屋根裏の窓から、下の薄汚い通りに身を投げることにしよう。モルヒネ中毒が原因で体が弱り、精神も堕落したのだと考えないでほしい。乱雑に走りがいたこの文章を読んでもらえば、完全に理解するのは無理にしても、一体全体なぜ私が忘却や死を望んでいるのか。 見当はつくと思う船木監督として乗船していた定期船がドイツの襲撃艇に捉えられたのは広い太平洋の中でも一段と広々として船の往来がめったにない海域だった対戦は始まったばかりでドイツ人どもの海軍も後のように落ちぶれきってはいなかった船は合法的な戦利品に下げたといえ 乗組員は海軍の捕虜として相応の公正さと配慮を持って扱われたやつらの軍旗が実に大おらかだったおかげで打歩されてから5日後小さなボートに長期間持つだけの水と食料を積み一人逃げおうすことができたようやく自由にそして漂流する身となったが自分がどこにいるのか 全くわからない。優れた航海士ではなかったので、太陽と星の位置から赤道のやや南にいると、なんとなく推測するしかできなかった。井戸については全く分からず、島や海岸線はどこにも見えない。晴れた日が続き、焼けつくような太陽の下、何日もあてどなく漂流した。通りすがりの船か、 人が住める陸地の岸に打ち上げられるのを待っていたしかし船も陸地も見えてこず果てしない海の広大なうねりの中に孤立している状態に絶望を感じ始めた状況が変わったのは寝ている間だった何が起きたか詳しくはわからないというのも夢にうなされよく眠れなかったとはいえ ずっとまどろんでいたからだ。ようやく目が覚めると、真っ黒な泥のネバネバした中に、半身が飲み込まれていた。見渡す限り、そのぬか組は、単調な起伏として周りに広がっていた。少し離れたところに、ボートが乗り上げていた。桁外れの、予想もつかない風景の変化に、 まずは驚いたのだろうと思われるかもしれない。しかし、本当のところ、驚きよりも恐怖の方が大きかった。周りの空気や腐った泥に不吉な気配があって、体の芯まで凍るようだった。辺りにはひどい悪臭が漂っており、腐った死魚や見たところ、何とも言いようがないものの死骸が、 果てしなく広がる不潔な泥の平原から突き出ている、完全な静けさの中、不毛な無限の空間に宿る、異様のない恐ろしさは、ひょっとすると言葉だけでは伝わらないかもしれない。何も聞こえず、一面に広がる黒い泥のほかは何も見えない。それでも、辺りの静けさが完全なことと、風景が単調なこと。 まさにそれらが心に重くのしかかり吐き気を起こさせるような恐怖を覚えた太陽はギラギラと照り雲一つない無慈悲な空は黒いと言ってもよくあたかも足元の真っ黒な沼地を映すかのようだった座礁したボートに這うように入り込みながら この状況を説明する理屈はたった一つしかないと気づいた火山がかつてない規模で隆起したことで海底の一部が水面に持ち上がりそこ知れぬ深海に何百万年も隠れていた領域が現れたに違いない足元に現れた新しい土地はだだ広くいくら耳を澄ませてもかすか波音さえ聞こえないそしてまた 死骸を漁る海鳥もいないな数時間ボートの中で考え思い悩んだ。ボートは側面を下に横たわっており太陽が空を動くにつれわずかな日陰を作ってくれた。時間がたつと地面の粘ばつきは少なくなった。もう少しすれば歩いて動くのに十分なほど乾くように思えた。その夜は ほとんど眠れなかった。翌日食料と水をまとめた消えうせた海と救援の可能性を求めて陸路を行く準備である3日目の朝地面は簡単に歩けるほど乾いていた魚の不臭はひどかったがもっと重要なことに関心があったのでそんな些細なことは気にならなかった そして未知の目標に向け大胆に出発した一日中西へ向かってゆっくり進んでいったなだらかに起伏する荒地の遠くにある他の所より盛り上がっている丘を目標にしたその夜は野営し次の日も同じ丘に向けて歩いたしかし最初にその丘を見つけた時と比べ 全く近づいていないようだった。4日目の夕方、丘の麓にたどり着いた。遠くから見たときより丘はずっと高い。谷があるせいで、周りの平地と比べて丘の起伏がくっきりわかる。登るには疲れすぎていたので丘の陰で眠った。なぜかはわからないが、その夜は。 狂気じみた夢を見た。かけはじめの幻想的な形の月が東の平原に高く昇る前に冷たい汗をかいて目を覚ましもう眠らないことに決めた。さっきの夢をもう一度見るのはとても耐えられないからだ。月の光を浴びながら日中に歩いてきたのはバカなことをしたと思った。 灼熱の太陽がなかったら歩くのはもっと楽だった。実際日没時には躊躇したが今なら丘に登ることができそうな気がした。荷物をまとめ丘の頂上を目指して出発した。起伏する平原の途切れない単調さのせいで言いようのない恐怖を感じることは以前に書いた。しかし頂上について丘の反対側にある 限りなく深い峡谷を見下ろした時の恐怖はさらにひどいものだった。月はまだ低く暗い峡谷の奥まで照らしてはいない。まるで自分が世界の果てに立ち、その淵から永遠に終わらない夜の底なしの混沌を覗き込んでいるように感じられた。奇妙なことに恐怖を感じながら失楽園と、 形のない闇の国から登ってくる恐ろしい魔王の姿とが心に浮かんだ月が空高く登るにつれ谷の傾斜は思ったより切り立っていないことが分かってきた岩棚や露出した石が下っていくのに最適な足場になっていて数百フィートの急な下りを過ぎれば坂は穏やかになっているようだった 不可解な衝動に駆られ苦労しながら岩を這い降りその下の緩やかな坂に立ったそしていまだ光が差したことのない真っ暗な底を覗き込んだふと注意をひかげたのは前方およそ100ヤードのところに注ぎ立つ向かいの斜面にある大きくて奇妙な物体だったそれは高度を増す月の光に照らされて 白く輝いていてた巨大な岩石であることはすぐに分かった。しかし、その形や位置が自然の力だけによるものではないという印象も強く受けた。さらによく見ているうちに異様のない感覚を覚えた。途方もなく大きく、海底にぽっかり開いた溝に地球ができて間もない頃から存在していたにもかかわらず、その奇妙な物体は、 形を整えられたモノリスであり、その巨体は過去に知的生物による細工を受け、そしておそらくは礼拝の対象だったに疑いないように思えた。恐怖で呆然とする一方、科学者や考古学者の喜びのような多少のスリルも感じながら、周囲をさらに詳細に調べてみた。月は今や天長近く。 谷間を囲む高い断崖の上向こうでは巨大なモノリスの土台も波に現れているモノリスの表面に文字や粗雑な彫刻が刻まれているのを見ることができた気文は象形文字で書かれていたが私の知らないものでありまた本で見たいかなるものとも違っていた文字の大部分は魚ウナギタコ 甲殻類、軟体動物、クジラなどの水生動物を様式化していた。文字の中には海底隆起によりできた平地で腐敗した死骸を目にしたほかは現代の世界では知られていない海の生物を表しているらしいものもあった。特に目を引かれたのは彫刻の絵柄の方だった。巨大なサイズのおかげで 間に川を挟んでもはっきりと見ることができたが、石の表面に浅浮き彫りの彫刻が並んでいた。そのモチーフは画家のどれを嫉妬させるようなものだった。彫刻は人間、少なくともある種の人間を表しているようだった。ただ、その人間は海底の洞窟で魚のように戯れ、 波の下にあると思われるモノリスの祭壇を拝んでいるように見える。彼らの顔や姿を詳しく述べようとは思わない。思い出すだけで気が遠くなるからだ。ポーやブルワーのような作家の想像力も及ばないほど彼らはグロテスクだったが、忌々いましいことに全体的な輪郭は人間によく似ていた。水かきのある手足。 驚くほど大きくてたるんだ唇、ギョロッとしたガラスのような目玉、その他思い出すのも気持ち悪い特徴にもかかわらずだ。奇妙なことに人間とその背景の彫刻の大きさはひどくバランスを欠いているようだった。例えば彼らの一人がクジラを殺している場面でクジラは人間よりほんの少し大きいだけだ。今述べた通り 彼らはグロテスクで異様に大きかったしかしすぐにそれらは原始的な漁業海洋民族がこしらえた想像上の神々だと思ったピルトダウン人やネアンデルタール人が誕生する幾時代も前に絶滅した何らかの種族によるものに違いない最も大胆な人類学者さえ考えつかない過去の世界を思いもよらず垣間見て の念に打た,れた考え込んで立ち尽くしていると眼前を静かに流れる川に月が奇妙な影を落としたその時突然私はそれを見た水面をわずかに波立たせて浮上してきたそいつは暗い水面を出て視界に滑り込んできたポリフェマスのように忌まわしいその巨人は 悪夢に出てくる恐ろしい怪物のようにモノリスに向かって突進した。うろこの生えた巨大な腕をモノリスに巻きつけると、巨人は醜い神戸を食べて、ゆっくりした一定の声を発した。私は、その時にくぐってしまったのだと思う。半狂乱で斜面と崖を登り、座礁したボートのところに錯乱しながら戻ったが、その時のことは、 ほとんど覚えていない。多くの歌を歌い、歌えないときは奇妙な笑い声を上げたと思う。ボートに到着して間もなく大きな嵐があったのをぼんやりと覚えている。少なくとも雷鳴と自然が最も荒れ狂ったときにしか発しないようなご音を耳にしたと思う。気がつくとサンフランシスコの病院にいた。アメリカ船の船長が 海の真ん中で私のボートを見つけ、病院まで運んでくれたのだ。錯乱しながら多くのことを話したが、ほとんど相手にされなかった。太平洋上で大地が隆起したことについて、救助してくれた人たちは何も知らなかった。それに、彼らが信じられないだろうことについて、あれこれ言っても意味がない。一度、著名な民族学者を探し出し、 魚人ダゴンに関する古代フェリシテ人の伝説について相手に笑われるような風変わりな質問をしたことがある。しかしすぐ彼が絶望的なまでに常識的であるのが分かり質問をやめた。夜とりわけかけ始めた月が満月と半月になる頃あの巨人が見える。モルヒネを試してみたが 薬物によって得られたのは一時的な安らぎだけで、私は絶望的な奴隷のように薬から離れられなくなってしまった。だからもう全てを終わらせるつもりだ。一部始終は書き終えた。同胞たちにとって何かの参考になるか、あるいは単に馬鹿にされ笑われるのかもしれない。よく自分自身に問いかける。 あそこで見たのは、すべてではないにしろ、単なる幻だったのではないか。ドイツ軍艦から逃げ出した後、遮るもののないボートで太陽にやられ、戯言ごとをわめきながら見た幻覚ではなかったか。こう自問すると、それに答えるように恐ろしいイメージがいつも鮮明に浮かび上がる。深海のことを考えようとすると、あの、 名前もない生き物を思い出し身震いするまさにこの瞬間にもぬるぬるした海底をじたばた這い回っているかもしれない石でできた太古の偶像をあがめ水浸しの花崗岩でできた海底のオベリスクにやつら自身の忌まわしい姿を刻んでいるのかもしれないやつらが波から上がり悪臭のすぐ鍵爪でもって 戦争で疲弊した弱々しい人類の生き残りを引きずり下ろす日が見える。陸地が沈み、全世界が地獄へと化す中、暗黒の海底が隆起する日が見える。終わりは近い、ドアのところで音が聞こえる。何か、ぬめぬめした巨体がドアにぶつかっているような音だ。見つかりはすまい。 神よ、あの手が、窓に、窓に